皆さんこんばんは。今日もとっても暑い一日になりました。今日は鬼のパンツでおなじみのイタリア民謡のフニクリフニクラを弾いてみます。元気に曲奏をイメージし楽しく踊りながら弾いてみる、そんな楽しい曲です。鬼のパンツフニクリフニクラ、ミュージックスタート。調子ではありません。みんな疲れています。良い言葉がけをかけてあげましょう。皆さんこんにちは。のは毎日暑い日々が続きます。無理をしないで少しずつ鍵盤に触れる習慣、遊びながらドレミの位置、いろんな音楽用語を理解しながら弾いてみましょうね。今日は優しい花を弾いてみます。いろんな音楽用語に速度記号を理解し、スラースタッカート、ペダルの踏み方、いろんなことを少しずつ
覚えるのは楽しいものです。音楽は苦になってはいけません。良い言葉がけをかけてあげることもピアノ大好きになるコツです。優しい花。優しい花でした。スラとスタッカート、きれいに弾き分けることもこの曲のポイントです。少しずつ鍵盤に触れる習慣、ピアノは練習をすれば少しずつ身についていきます。優しい花でした。